放課後、図面を囲んで話し合う生徒たち。岡山市南区にある福福通りの新しく建て替えた図面です。図面に書かれているのは中央卸売市場内にある商店街福福通り。商店街と聞けば大勢の人たちが行き交うイメージですが、この場所は静けさに包まれています。平日の午前中、閑散とした福福通りです。かつては週末に行列もできていたといいますが、今ではシャッターが閉まって営業していないお店もあります。青果店や喫茶店などおよそ100店舗からなる福福通り。もともとは市場で働く人のための施設でしたが、2009年から一般客にも開放され、一躍市民の人気スポットとなりました。あれから15年、福福通りを訪れる人はすっかり少なくなってしまいました。およそ40年の時を経て老朽化も進み、明るいとは言い難い雰囲気が余計に客を遠ざけているという人もいます。お客さんいないよ。いない。昔はものすごく賑わってたんですけど、暗いイメージがあるんで、どうしてもなかなか来てもらえませんね。はい。そんな福福通りのにぎわいを取り戻すことはできないのか、学生がアイデアを持ち寄ります。この日、岡山市北区の会場を訪れたのは建築家の卵たち。岡山建築設計クラブがプレゼンの場を提供。彼らに福福通りの再生案を発表してもらおうというのです。中には店と店との間の壁を丸ごと取っ払おうという斬新なアイデアも。福福通りは殺風景な壁が売り手と買い手に物理的心理的な距離を生んでいるように思います。参加する10団体中9団体が大学生や専門学校生。そんな中、この日ただ一つの高校生の一団がいました。岡山工業高校建築科の 1,2 年生です。放課後に集まってその準備に費やすことおよそ3ヶ月。発表に向け、まず製図班が緻密な設計図を作り上げます。周りに他にも大きい店とかがあって、その大きいお店のお客さんを全員取るとかではなくて、共存し合って食の中心となる施設を作ってます。その設計図を立体的に組み上げていくのが模型班。壁や柱などのパーツを一枚一枚切り出して組み立てます。かつて小島湾に浮かんでいた島々を再現したいと、屋根の上には芝生が。鉄道模型用の芝生パウダーを利用して表現しました。やっぱり審査員の方も見ますし、いろんな人にも細かく見てもらえるように作ってます。それらをただの張りぼてにしないため、事業の仕組みを考える専門部隊も。それが事業スキーム班です。どういう仕組みで福福通りの中の仕事を動かすかとか、仕組みを考えてます。体験スペースっていうのを作って、そこでお客さんとのつながりを深めようみたいなシステムを考えました。図面に起こす人、形にする人、事業として動かす方法を具体化する人でワンチーム。去年は高校生ながら優秀賞を獲得しましたが、今年はプレゼンで最優秀賞を取りたいと意気込みます。さらに市場を視察し、現状を目の当たりにする中で芽生えた福福通りを何とかしたいという思いがチームを突き動かします。3ヶ月の成果を引っ提げ、ステージに上がる生徒たち。審査員の建築士のプロたちに持てる限りの力をぶつけます。私たちが提案するのはフードストリートふくふくです。ここでは食べる、学ぶ、買う、遊ぶの機能を備えた体験型市場になっています。13人でつないだプレゼンのリレー、10分間のステージをやりきりました。これで発表終わります。ご清聴ありがとうございました。そして審査結果の発表。次々と受賞校の名前が呼ばれる中、祈るような心持ちで待つ生徒たち。日本建築学会奨励賞を受賞されたのは
岡山工業高等学校岡工建築研究会。最高賞から3番目にあたる日本建築学会奨励賞に加え、市場賞も獲得するダブル受賞。最優秀賞には届かなかったものの、栄誉ある結果に輝きました。レベルが高い方々たちと戦わせてもらえたというか、やらせてもらえて3位取ることができて、なんか結構自信がつきました。事業部の方の勝負だったんで、事業スキーム考えた私からしたら一番この賞が嬉しかったです。岡山に対しての、まあ、興味を持っていただく学生さんがより増えれば、また、どこか、首都圏へ就職してもいずれ帰ってきて岡山で仕事ということも あり得るのかなということを期待しております。建築に青春をかける生徒たち、知識や技術を使って地域を、社会をより良くしたい、その思いが大きく花開く未来がひたむきに打ち込む姿の向こうに見えました。